ジェーー今週のゲストは株式会社百選連磨の代表取締役神山康弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします上山です神山さんは1961年生まれ大阪市出身、はい、クラブ株式会社の取締役事業本部長楽天トラベルの執行役員を経て2012年株式会社百選連磨を設立され代表取締役社長に就任されています インターネットをを活用ししし観光軸にした事業を取り組んでいらっしゃいますまずあのこのこ亀山さん、この会社名の百戦錬磨、まずこの名前、気になるんですけど、なぜ。そこに引っかかっていただいて、大変ありがとうございます、あの、まあ、つかみとしての百戦錬磨という名前としてもあるんですが、実際、えー、意味合い的には、百戦していくぞと。 100チャレンジするぞという意味合いを込めて、100銭連磨としました、ですから、100もすれば大体連磨されるわけですから、やはりまずは100できる会社を目指しましょうと、うん、そして100しようと思うと1、1戦2戦3戦ぐらいで潰れてたら100できませんので、とりあえずずっとチャレンジできるような、そういうまあ強靭な肉体を持った会社としてやっていきたいなという意味合いでつけました。<ー> あの新しいスタイルの宿泊の提案としてまず「泊まれる」はい、これはあのマンションや一軒家の空き部屋に旅行者を泊めて収益を得るサービスなんですけど。はい あのそもそもそんなにあれですかね空き部屋あるんですかね空き部屋はまああの日本全体で今820万戸えー、えー、そんなんはいそれだけあると言われてますしでまあなんとなくイメージとしてはこう地方に空き部屋もしくは空き家が増えてるんじゃないかという印象をお持ちだと思いますで確かに割合的に言うと地方の方が多いんですが絶対数 絶対数は東京であったりとか、関西とか、えー、そういったところの方が多いんですね、うん、例えば京都とか、ああいったところでも、空き家が十数万戸、市内だけで現在あるという、そこがもうそのまま放っておくと、どんどん潰されていったりとか、うん、何も活用されてない、うん、そういう状況なんですね。そそれでのの空き家の、まあ、オーナーナが こう貸してくれるわけですけど、はい、大体どのぐらいの率なんですか、半分ぐらいの方が、そういう、このサービスを利用してもらえるんですか、それと、いや,いや、さすがにそこまでは、多分あの当初はやはりあの、まああの、貸すというのも、やはり宿泊される方に貸すということですから、その、 よくよくご存じ上げている方に貸し出すわけではありませんのでそういう意味で言うと最初は恐る恐るの部分があるかと思いますそう考えると徐々には増えていくと思いますけども、えー、いきなりその半分とかそういうのはなかなか考えづらいところかなと思いますあの首都圏で借りる人今度、はい、借りる人っていうのはどういう方が多いんですか外国の人が多いとか日本の人が多いとか。 今想定してますのは、やはりあの海外からえ日本を訪ねて、滞在、できたら少し長期で滞在していただく、そういった方を念頭に置いてますあのアベノミクス成長戦略の国家戦略特区疫法をまあ活用しているということなんですが、これはあれですかな、なかなか法的に難しい問題があったんですか。 もともと民泊っていうのは、まあ、優勝で、えー、かつ、えー、反復継続をして、えー、宿泊者を止めるという場合においては、これ、旅館業法の登録、えー、認可が必要です、でそれがない限りあの、いわゆる刑事罰に相当してしまいますので、まあ、ここは本来であれば、民泊っていうのは基本的にできないんですね、でそれをこれからのそれこそ、今日外国人の方がたくさん増え、そして、まあ、ラグビー、オリンピックと。 えー、どんどん新しいイベントが目白押しなわけですからそう,す、ね、そう考えるとそのホテルの、えー、今の供給だけではなかなか、えー、量の問題とそれから、えー、ユーザーにとっては選ぶという選択の問題そういった問題それぞれが解決しないであろうと、まあ、そういった問題を解決するにはやはりこういった民泊というのが必要であろうとでしかしながら先ほど申し上げましたようにその法的な問題があると。であるならばやはり、えー、法律を 現状の社会の必要としていることに変えていくべきだろうということであの2年半前約3年前ですかねあの国家戦略特区のアイディア軍が内閣府でありましたのでそちらの方に私どもの会社からアイディアを出したという、うん、ああそうなんですかはい。 まああの実は自宅や別荘を宿泊施設として貸し借りできるというネット企業の新しいサービス、これはアメリカを中心に拡大しているそうですけど、向こうはあんまりその法的な制限ってないんですか、はい。いやあのー 各地域でいろいろと、えー、問題になっています、はあはい、それはもう、えー、税金の問題であったりとか、はいえー、それからその他の既存のホテ,ル旅館あもうホテルとの兼ね合いの問題であったりとか、いろんなところで、それはあの国ごと、州ごと、いろんなところで問題は、えー、生じてます、はあ、アメリカの方うが厄介そうですね、見方によっては。はあ、でただあの、日本に関しては、よくこのメディア等では、えー、法律が。 民泊に対して法律とい,い,い,いう言い方をされる、まあ、そういう論調があるんですけどそれはやはりそこ少,少し違ってて日本においては民泊が禁止であるということはもう明らかになっているのでですからやろうとするともう法律を変えてからやらなければいけないと、うんはい、ですから現状今アメリカからまあ中心となって全世界に広がっていってるその民泊の流れはこれは一つの大きな流れであり社会が求めていることではあるんですけど、えー、日本国内においては本来は まだしてはいいけないと,、うん、とはいえ、まあ、準備しなきゃいけないので、はい、泊まれるの空き物件の今、登録数は今、どのくらいになってんですか、はいえー、と仮登録ということで、はい、まだあのサービス開始してませんので、この現時点においては、うんえー、関西圏、東京圏、これ合わせて今、3万物件。 を、えー、一応仮申し込みい,ただいてます、はあ、それが全部宿泊滞在をやるということ民泊をやるということではありませんけれどもやりたいなって言ってるのは、えー、そういった数になります、えー、いやまあ大きなマーケットがあ,、うん、あるわけですよねそうですね、まあ、システムは完成しているが実業家はまあほぼ整備が整ってからとそう、ね、いうことですね、はいまあ、もうすぐだとは思いますけどもね j w a y l o ロ a s t ーク まあ、あの今年6月に政府による規制緩和があったという、はい、これはどういう部分が緩和されたんですかあのいくつかあったんですけど一番あの特徴的なのはイベントイベントが各地域でありますよねあの日本中で代表的なものは祭り、うんえー、例えばそのねぶた祭りとか阿波、えー、踊りとか、うんえー、そういったお祭りはあのよく海外向けの プロモーションビデオとかああいうところにも必ず出てくるんですね,そう,ですねそういう祭りが。でじゃあこの祭り行きたいわと思った時に絶対行けないんですよ。うん、行っても 行って参加はできても泊まることはもど、ね、ほぼ不可能なんですね。はい、ですから例えばその阿波踊りなんかでも百数十万人の方が参加するんですけど宿泊施設としては5000ルームしかないあそんなもんじゃないん,なもなんですよ、はあ、で、えー、青森の方のねぶたなんかもさ300万とかそれだけの方が参加されるんですけど、まあ、数万という、はいえー、ところの部屋数しかないので、まあ、9割以上の方々はそこ泊まれないんですよ。うん、そういうい、まあ、明らかにそのイベント、うん イベントが公共性があってかつ、えー、宿泊施設が、まあ、全く足らないなと明らかな場合において、えー、その条件で地域の自治体等、えー、自治体のような自治体もしくは自治体に代わるようなとこからの、まあ、要請というか容認があればその地域の方々が期間限定で自分の家に人を留めてもいいですよっていうのが一つの規制緩和なんですね。うん ですからあの例えば先ほどの「えー、ねぶた」であったりとか「踊り」なんかでも非常にキラーコンテンツですからその数百万って方々いらっしゃるんですけどあの長期で見るとだんだん参加する方、えー、訪れる方減ってきてるんですよ。は<ー>うん、でそれはやっぱりもうゆっくりできないわということとか、うん、じっくり見れないわっていうのもやはりありますからだから本当のキラーコンテンツ自体を弱体化させてる可能性があるので、うん、そこをなんとかしようと。うん、で それはまあ代表的なものとしてはそういうお祭りがあるんですけど、まあ、例えば国体とか、えー、そういったとこも時も宿がなくなると。うん それの究極は何かというと、オリンピックなんですけどね、そういうようなところを、えー、一応、これは旅館業法の適用外ですと、うん、そもそもこれ、旅館と呼ばないと、うん、反復継続、優勝、まあ、優勝の部分はあっていい、<laughs> お金取ってもいいけど、反復継続してないからいいですっていうことが一応、厚生労働省さんの見解として出たと、うんはい、それがだいくつかあるんですけど、その上が代表的なもでもなんか、だんだん徐々にい,いけそうですね。 少しずつですよねストー百戦錬磨の提供サービスとしてトマリーナというのがあるそうですけど。はいはい 旅行者に民泊を提供する仲介サービス、これはどういうシステムなんですか。はい、あの泊まれると基本的な考え方はあの同じようなものなんですが、やはりあの対象としているもの、それから法的な会社がこの二点が大きく違ってます。えー、まず泊まりナーに関しましてはもう現行の法律の範囲内で、えー、してもいいというものに限っています。そして対象のコンテンツとしてはどちらかというと地方。 地方創生につながるような形で第一産業の林業農業漁業林業等々の皆さん方のご自宅に滞在宿泊させていただくとそしてその時に現地の仕事 いろんんな仕事あると思うんですけどそのものにその農業っていうのもありますがそれ以外の,その地域ならではの、えー、暇つぶしにもなるような仕事をできるだけ体験してもらうというようなことを、まあ、コンセプトとしてあの提案をさせていただいてますそういったところを、まあ、一応サイトで検索をして予約ができるというそういうい仕組みです百戦錬磨は民間企業で唯一の農林漁業体験民宿 はいえー、登録期間、はい、これは何なんですかね農水省とあの国土交通省の観光庁さんが連携しながらその農業をや林業をやられてる、まあ、そういう宿泊施設で体験が、えー、こういった体験が、えー、ちゃんとできますよというようなある一定のその。 まあ保証というかレギュレーションというかお墨付きみたいなえそういったものをえ私どものえ基準で認定をしてえそしてあの認定を取ったあごめんなさい審査を取ったところはその認定証を出しするとでこの認定証が出たそういう地域にはその次あのジャパンファームステイというものがありましてえこれはあの選択性がある,あるんですけど外国の方をどんどん受け入れたいと。 いうような地方の方がいらっしゃったら、そのジャパンファームステイを今度もう一つ申請すると、まあ、この地域の農家で外国人を受け入れているのはこの家だっていうことを日本の国として世界に発信してもらえると、うん、そういう仕組みがあります。それのベースになるところを農水省の委託を受けて、私どもがやらせていただいていると。ああ でもやっぱりその農林漁業っていうと、ずいぶん地方を行かなきゃいけないんで、はい、営業の人は大変だと思うんですけど、はい、あれですか、そんな、もともとそのネットに強い人たちじゃないですよね、お相手するんのもう全くあ怒られますね、<laughs> <laughs> 確かに、そういう傾向がありまそれ、ねはい、で訪ねていくとどうなんですか、ね、説明に結構大変なんじゃないですかいや、大変を超えてますね。 全くもってあのなんていうんですかこう私たちの常識のその常識からお伝えしなければいけないっていうあの私の前職の楽天の時もそうだったんですけどやはりそのインターネットのスキルがあまり高くない、えー、方々にどのように、まあ、インターネットを活用して集客であったり販売したらいいかっていうのは、まあ、前職からそういうことをやってましたので,ははでそれをもっと なんですかね大変にしたような、うん、<laughs> あのもうフェイストゥーフェイス以外何もなしみたいな、うん、そういう、えー、ことを今まであの約2年ほど、2年半ぐらいですかね、えー、やってきましたそうすると、まあえー、本社、仙台ですけど、はい、まあ東北地域に、はい、あの社員があれですか、はい、もう全部。あの どぶ板営業みたい,ないやドブ板では済まないぐらいそうするとあれですか、その地域の祭りとか、はい、そういうのに参加したり、はい、というか顔を売ることを営業の方、は心がけて営業はもうそれこそあの裸祭りとかに、はい、これに参加しないと説明会はさせへんとかねああそ、そういうのを何回も本当にそれに参加させていただいたり、うんえー、生身の付き合いをさせていただきましたら、ねはいじゃあ、本当に地元に密着した社員がずいぶん増えたんですね。 <laughs> 増えてしまいまし、たね、oh Talk まあ、あの一頃旅行業界でグリーンツーリズムとかエコツーリズムとか、外ごともお先棒担いでやってましたけど、<laughs> <え>この動きは今、現在どうなってるんですかね。いや今もあのー ある一定の、まあ、なのでですねでそれこそ先ほどお話した民泊の、えー、お話でいうと、まあ、グリーンツーリズムエコツーリズムっていうのが、まあ、ある意味先駆けですしでこれはやっぱりヨーロッパの。 あの考え方を日本にある意味、えー、引用してきたっていうことでもあるんですが、残念ながら、もう10年、20年近くなるかと思いますけど、ね、やはり大きな動きまでは至ってないと、ですね、あ非常に期待値っていうのは、まあ、今でもあるんですけどうん、それ以上にはならないということで、まあ、そこはいろんな原因はあるかと思うんですが、まあ、私がその楽天トラベルに、えー、いたときに、やはり感じたのは、ビジネスじゃないんですね、うん、やってらっしゃることが。 運動地域おこしとか地域振興の運動をやられててでそ,その運動論として物事を語られるのであの、まあ、それ自体はそれはそれでいいんですけどやはりその、えー、拡大していく、えー、そしてその、まあ、私もやろう私もやろうっていう形で参加者がどんどん増えていくってなるとそこはやはりその右肩あのあのスローでもいいんですけどある程度その拡大していくような期待値がないとなかなかできないと。 ということで私どもとしてはこれを一つビジネスと、えー、捉えてビジネスと捉えれば継続性、えー、というのも見えてきますのでビジネスを捉えて手段としては ICT。 をまあ活用させてていいただいてそして一つ大きな動きであるインバウンド訪日外国人の方々のあの勢いをパワーとして手段は ICT パワーは訪日外国人という掛け算を持って民泊グリーンツーリズムエコツーリズムっていうのを一つの新たな市場というふうにしていきたいなとそれが結果的には地域振興各地の地方創生につながっていくんじゃないかなというふうに考えてます。 そういうあの外国の方の旅先としては、神山さんが考えてらっしゃるのは、観光地というよりは、日本のなんか農村の風景を体感してもらうみたいなことですけど、それはうまく伝わってますか、今現在、あのー、喜んでもらってますかいった人の参加、まあ、あ滞在していただいた方々、の今のところ、外国人の方に関しては100%。 あの満足度今のところ100、の満足ですねああ90数パーじゃなくて100パーですね、今のところ、やっぱあれですかね、農業も漁業も林業も酪農も、なんかいろいろありますけど、そういう時に、必ずその地元の気、えー、のいいおっちゃん、おばちゃん。 と接点があるわけですよ言葉全く通じないんですけど、うん、ボディーランゲージでなんとなく伝わる、うんうん、でやっぱり地元の方々の、まあ、人の良さっていうのがやっぱり人種、まあ、あの国人種問わずやはり伝わるものは伝わって、うん、でそこで見ず知らず非常に彼らにとっては遠いところの外国人のいい人たちと、まあ、いい時間を過ごせた。 っていうのは、すごく、えー、充実したいい旅行だったっていう、滞在だったっていうことで、皆さんあの、喜んでいらっしゃいますね神ああ山さんの発言に、観光資源は地元のあなただっていう発言があったんですけど、<laughs> はいはい、これは地元の方、理解できましたかねあのー、あまりされてないんじゃないかな <laughs> と思います。<笑>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 思いますがでも変にあの えー、振り付けしすぎることがやっぱり何て言うんですかねあの元々の良さを消す可能性もあるのでだから、まあ、一定の,その方,方向性とかそういう、えー、コンセプトっていうのはお伝えしてもいいと思いますけど別にそのようにしなくても、まあ、なるようになってるかなっていうのは思いますかね。 まあ結局人は人に会いに行くんですよねいやもうそれしかないでしょう<れ>はい。もうそれしかないと思うんですよ<ー>でその人に会いに行く理由を、えー、作ればいいと思ってるんですねうん、うん、そこが大事かなと思います j w a n e l ハ h a s ーク 神山さんは起業される前は楽天トラベルの執行役員で,、はい、でいらっしゃったんですが、この時はどんなお仕方だったんですか総じていうとあの、新しい事業とか、新しいサービスを立ち上げる、作る、うん、そういった、まあ、あの担当でしたね、うん、でその中の一つにあの、地域振興という、えー、事業というか、<ー>部門も立ち上げてまして、でそのにあに。あの 各全国の自治体の方々とか、まあ観光協会とかいろんな方あのいらっしゃるんですけど、そういう方々との接点があって年間でそうですね、百数十箇所ぐらいのそのお手伝いを、うんえー、させていただいてたんですね。やはりあのその中で気づく、えー、こうなんていうんですかね、こう。 課題っていうものを、うん、まあ私たちは私なりの、えー、仮説であの解決してみたいなというふうに、うん、まあ五十歳になったので、えー、アクセル踏んだれということで起業したと、うん、ああそうなんですか、はい、まあ,あの百戦錬磨仙台に本社があって復興庁主催の新しい東北 官民連携推進協議会に参加されてるそうですけど、はいはい、これはどんな運動を今やってらっしてるんですかまああのやはり東北、まあえー、震災があってで、まあ、復興っていう、まあ、考え方は、えーまあ、元に戻すというのもありますけどやはりその新しいものを、えー、作っていくっていうことで,で新しい東北の在り方っていうものを各事業体であったり、まあ、NPO であったり企業であったりが、まあえー、集って。 検討、えー、していくっていうそういうまああの団体なんですけど、うん、まあその中で先ほどご紹介いただいたあの泊まりなっていうものを、えー、その新しい東北の一つの事業としてまあ展開していこうというまあ機会もいただいたので、まあそこでその協議会の方に参加させていただいているということですかね。はい。まああの上山さんが次に今なんか考えていらっしゃる新しいことっがありましたら教えておくれ。 もともと実はやってたやっていて今潜伏してるんですけどそろそろ出番が来つつあるなって思ってるのはあのスポーツツーツツリズムなんですねもともとオリンピックとかああいうのが決まる前からその事業というのは実はもうすでにあのジョイントリースポーツという名前でやってましてでこれもともとどういうことがしたかったっていうとあのスポーツを通じたん、まあ、ちょっと変な言い方になるかもしれませんけど、えー、スポーツを通じた出会い 系サイトスポーツのマッチングサイトえと、ー、いうのを私は作りたかったと。でそれはは、えー、国内は 入っていいんですけど海外と<ー>それと日本の、えー、日本の人たちとの,そのスポーツを通じた、うんえー、出会いを作っていきたいなと、うん、でスポーツの出会いの典型的なものでいうと大会に参加するとか、うん、試合をするそういったことが、えー、私は出会いというふうに一つ思っていますので、うん、なので例えばその、まあ、ブラジルの、えー、アマチュアのサッカーチームの方とそれから日本のサッカーチームの方が私どものサイトで出会って、うん、で試合 やろうかと、うん、で試合やろうかっていうとどっかどっちかに行かないと、うん、あの日本人がブラジル行くかブラジルがの人が日本に来ていただくかしないといかんとなでこれを旅行というようなっていうような、うん、<laughs> そういうような、まあ、ことをずっと地道に手がけてましてでそれがそろそろあの、まあ、タイミングが来てるかなというふうに思ってますその際に、まあ、そういう大会であったりとかそのマッチングっていうことをやった時に特に大会なんですけどあのホテル旅館が足りない。 時が例えば東京オリンピックやった場合足りなくなりますよね、うん、でそういう時にそのマッチングスポーツのマッチングサイトとそれからその民泊っていうのは掛け算で私どもとしては展開していきたいなっていうふうに思ってます、うん、まあ僕はなんか偉そうに翼の王国なんか作ってますけど今日は全く知らない 旅の世界を <laughs> 教えていただいたと思います。<笑><笑>まあ本当に、えー、神山さんみたいな方がいれば、あ,あいうい新しい旅がいくらでも発見できる今日はどうもありがとうございました。すありがとうございました。うん